というわけで翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。翼さんがさっきさ、はい、トイレ入ってさ、はい、出てきたらなんか、はい、お腹に怪しい物体がついかかってたんだけどなんかかかってましたね。これ何、我慢できなかったの、そんなに。ちょっとどうしてもそう、なんかもう本当は良くないなと思ったんです。ちょっと白いドロッとしたものが、はい、のこの後にちょっと、まあ、今ちょっと写真ね、そうです、こんな感じになっちゃってまあ本当にいけないと思ったんですけど普通はめくるんじゃないの、それは。うん、まあでもやっぱ、まあ、別にトイレだったらさ、別にペーパーがあるわけだし、まあね、いや何でもできるんですけど、うん、やっぱそのさすがにやっぱバレたくないじゃないですか、はあはあ、だからトイレに入って何事もなかったら出てこようと思ったんですけど、はあ、やっぱちょっと勢いがドロッとよかかっちゃったの、まあ、こんなに出るとは思ってなかった、うん、でも実際は何だったんですか。ハンドソープでも本当にハンドソープがそんな勢い出てくると思ってなくてだからあのねハンドソープってあの口元がちょっとね、はい、あの固まっちゃってて、そう、ね、あの半分塞がってたりなんかするとね、ちょっとですね、キュンたまに変な飛び方をするときが、それが何物の見事にかかっちゃいけない、白いものがかかってはいけないような部分にそう、ペペッてつってってまあ僕も思わず笑っちゃいましたよ、トイレの中でね、本当にまあまあそんな事故があった、はい、まああの全然綺麗なもんなんでね、はい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 、別にそんな大変ではないですけど、うん、はい、まあそんなこともありつつですが、はいはい、ドラゴンクエストタクト、うん、今日もやっていこうと思うんですけどね、うん、まあいつもあんまりやってないけどね何を今定型のように今日もやっていくたまに言うね、ドラゴンクエストタクト今日はドラゴンクエストタクトについてって、もうタクトしかやってないじゃんお前って、配信者必ず最初に言うの、いやもういつ分かってるタクトっていうのはっていうねまあね、もうこれでも言わなきゃ始まらないというか、うん、もうそんなもんだよ、新婚さんいらっしゃいっていう、うんうん、まあここはほら別にタクトのね、まあ、チャンネルじゃないから、だからこそやっぱ言わなきゃ、この1本目からいきなり思いっきり外したことをやってきたところで、はい、まあ文句言える筋じゃないか ね、はい、でもタクトっていうタグはつけるけどね、はいはいはい、まあ、つってるからね、まあ、そうそう、まあそのために、うん、一応今回もドラゴンクエストタクトっていうくくりで、うん、話しようじゃないかと、はいはいはい、まあ今日ね、うん、火曜日で、火曜日です、まあ、おなじみのように、はい、まあ、ギルド大会中だと、そうですね、まあ、3戦目に当たる日なんですね、はい、そうです、予選ので、まあ、ここまで2戦を消化して今日が3戦目なんだけど、はい、そうです、ちょっと昨日だか一昨日だかに、うん、あ、はい、ぽやっとしたツイートがあったんですよ、なんか軽く、ただ僕らちょっとね麻雀やってたんで、そう、じゃらじゃらちょっとどういうことかもう削除されたりもしてたんでね、はい、まあどういうことかちょっと分かんなかったんだけども、うん、まあ、あるところとあるところの、まあ、対戦中に、はい、片方のギルドの人が、まあ、なんかディスコードですね、ディスコードを使うことに萎えるみたいな、うんうんうん、まあ、ちょっとそういうネガティブ発言というからしいですね、はい、をしたと、うん、そうすると相手のチームはうちは使ってねえよってなったのかな、使ってねえよなのかな、だからそこはちょっとよくわかんないですよ、うんうん、だけど、まあ、リプしてる人たちを見ると、まあ、これはそのギルドの色というものがあるから、はいはいはい、まあいいんじゃないのかと、うん、別にダメと決めるわけでもないし、まあルール違反なことではないからね、まあそういうのもありました、うん、まああのティーナッチャラさんもそうやってね、うん、書いてましたよ、そうですね、あのまあ要するにそういうのも楽しみの一つと、はい、含めた上でしょ、いやそうですそうです、はい、やっぱ月に1回来るこのギルドカードはみんなでチーム戦だからね、うん、まあみんなでやる、うんうんうん、だからこれ考えるとちょっとね、まあ防衛パ共有とかと、はい、ちょっと似てるなっていうのがあるわけですよ、はいはいはい、うん、だけどあの防衛パ共有の時のちょっと問題になった時は、いやうちはやらないよ共有は、うんうんうん、みたいな、まあそういう流れでしたけど、はい、ディスコードってやっぱり意外とねみんなやってるんですよ、そのギルド関わらずというか、うん、というか、まあ、闘技をディスコードを使って見せたりとか、あ、そうですね、まあ、そういうことをしてるわけですよ、はい、オープンチャットとかね、ああいうのもあるし、はい、まあ、そっちの方でね、まあ、例えばサキさんの闘技を見たいとか、はい、まあ、そんな人もいっぱいいるわけで、はい、うん、だけどやっぱり元はね、まあ、PVP は後付けなんで、うん、ギルド闘技ができた時に、まあみんなね、うん、やっぱこれでちょっと苦手な人とか、うん、失点したくないような、うん、まあこういう人たちを周りのメンバーがバックアップしてありますね、やると、はい、まあこういうために使用する、はい、とか、まああとはあれですよね、あの大会前にね、うん、防衛パ、うんうんうん、をチェックする、まあ、洗礼するためのね、そう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 、はい、ありますね、あーでもないこうでもないと、はい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 、まあ画面を一人が共有しながら、はい、練っていくと、うん、なんか今日声がおかしいこれあのさっき食べたラーメンのせいなんだ、なんだかわかんないけどちょっと今日はね声がね、まあカラカラっとして乾燥する時期ですから気をつけてくださいね、うん、僕も先週調子悪かったんだから、うん、はい、今頃になって翼菌が入ってきたかもしれない俺の翼菌はどっかからもらってきたわけですから、ね、その元を正すとトイレですよ、うん、なんかなんだろうな、なんか歌いすぎたかなそんな後みたい、カラオケ行った後みたいな歌ってもいいね、ちょっと紅白に向けて練習中ですか、うん、かもしんないまあ顔出してないからね、うん、オファー受けてるかもしれない、そうそうそう、わからないから、実はすごい人かもしれない、そうだよ、だったら声かれる気がそこしかないんだから、うん、
まあそんなことね、はい、まあやっぱこれはね、うん、僕の考えですよ、はい、まあ別にありっちゃありじゃねえのっていう、うんうんうん、やっぱりこのチームの醍醐味っていうのは、うんうん、そういうところにあるんじゃないかな、まあ連携だったりとか、そういうものだから協力し合って勝つっていう方が、うん、はい、嬉しいでしょ、やっぱり嬉しいし楽しいしね、はい、まあ例えばじゃあ20人が20人、うん、もう適当にポン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 戦っていって、うん、はい終了結果待ちっていうよりさ、うん、僕どこ行った方がいいかな、じゃあちょっとそこら辺行けんじゃないのとか、はい、手持ちどんなとか、うんうんうん、こうやってやる方のがね、うん、やっぱり団結して、はい、うん、達成感っていうのもあるだろうし、あるある、うんうん、だから、うん、これはまあ自然なことじゃないのかな、うん、だからこれを例えばネガティブに捉えた人っていうのは、うん、なんかそこのギルドは意外とそういう協調性がないのかなというか、まあ、ディスコードは使わないだとか、うん、ある程度の距離感を保つとかいろいろありますよね、かもしれないですね、はい、それかもしくはもうその討議にズバ抜けてる人間がいない、まあね、うんうんうん、でまあみんなおのおの頑張りましょうというような号令の中で、うん、やってるかもしれない、やってるかもしれない、はい、それはそのギルドの色だし、うん、別にいいけどって話ですね、そうなんです、そうなんです、はい、やっぱりね、やりますよ、こういう勝つためにはね、まずだって勝ってなんぼなんだから、うんうん、翼くんだってね、うん、万が一ね、はい、ここの試合落としたらもう負けちゃうってなったら、うん、ヘルプするでしょ、余裕でしますね、余裕ですよ、ね、余裕でしますよ、なんならもう全部操作してもらいますよ、ね、もちろんもちろん、悪いなんていう言葉が出てこないです、そう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 、っていうか僕やりましたよ、鬼コム教団の時、うん、やったし、まあゆかめろさんもやりましたね、そう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 、って、まあ、あれはなんか謎の外野から謎のディスみたいなねはい、はい、ありましたけど、こんなこと名前出せるってますけど、いいんですか、いいんですか、僕は見つけちゃいましたけど、いいんですかっていう、めっちゃキメえのが、まあ、言い方はともかくね、めっちゃキメえのが、それも本人じゃなく、はい、なぜかガンバンダンの違うメンバーに、そうですね、うん、遠回し遠回しに来ましたよ、関係してんなら僕にね、まだね来るっていうのが一番近いところ、はい、まあ、もしくは本人かどっちか、そうなんだけど、いいんですかこれ、コメさん、いいんですか名前出ちゃってんじゃんよって言って、あのコメ騒動だからコメ騒動を起こす前のコメさんまだ騒動前のね、 DM を飛ばしてきたDM だっけ、リプの DM か、はい、DM ですよ、まあそんなこともありましたけど、ほんで誰この人と思ったら僕ブロックされた、もうさ、違うよの、今回の話脱線してるから、僕ブロックされた、ブロックされてたね、そしてそこの、ね、この人ははい、ダンマハイに出てます、出てますね、はい、出てます出てます、僕は本当これね、うん、一番のあの焦点というかうん、うん、今月末のポイントは、はいはい、この人が優勝したらどうするんだろうなっていう僕そこだったんです、まあ優勝したら賞金をねあげるっていうことになってますから、はい、で僕はなんだろうな、まあ翼くんからでもいいし、はい、まあ、なんなら僕から DM でもいいかな、だから近しい人だったらね、はい、僕が DM しようと思ったんだけど、はいはいはい、僕はできないですから、まあ、ブロックされちゃってますからね、いやそうそう、まあ、こうなった時に僕は本当、はい、どういう行動に出てくるのか、あーなるほど、ね、すごく楽しみだったんですよ、はいはい、まあただね寸前で解除してくるのかとか、はい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 、うん、でも僕は解除されてなかった、そうですね、僕この公式チャンネルの方は、うん、あの解除されてましたけど、だからそっちからは必ず来ると思ったのかもしれないけど、いうことは僕は絶対こいつに関しては僕でしたからねまあまあね、だから僕は前から言ってるんですよ、はい、ブロックしたくせしていいね押すやつだとか、なんなの、はいはい、まあ謎ではありますね、これが一番だ、確かに叩いてたりしね、ディスコードなんかどうでもいいんですよじゃあブロその話をしてたんだからさ、今こっちのが問題いやいやいや、まあ、どっちかっていうと今問題になってるのはそのディスコード運動の方よ、うん、うん、でもね、はい、やっぱりこっちの方が、はい、僕は人としての問題は大きいと思う、まあ人としてはそうかもしれんよ、まあ、だからディスコードね、うん、まあ、ネガティブ発言をしましたけど、うん、はいはい、その人は、はい、まあなんか、うん、そのディスコード使うのってどうなのよっていう派だからね、はいはい、うん、まあ自分とは派閥が違いなって、あ、そうそうそう、まあ別に間違ってもいないんですよ、はい、うん、まあですね、うん、だけど、はい、うん、絶対にダメかというとそういうわけでもない、はいはい、そうですね、これは共有に関してもそうです、うん、僕は共有もあり派ですからね、うん、でもなし派の人いました、うちはやらないよ絶対にと、はい、大所帯が言ってますよ、うんうん、まあそれもだってね、うん、言ってましたよ、やらねえっつってんだから、ね、でも何番だね、うん、その大所帯のメンバーの系列のギルドと当たってるんですね、うんうん、そうなんですね、はい、うん、それでなんかそれを何ポイント取りましたとか誰かが言ってたんだけど、うんうん、それ共有じゃねえのって僕は突っ込み入れたくなる見てるよね少なくともまあそれはね、ね、同じようなとこ住んでる、そして今日ですよ、はい、昨日かなんかの対戦相手さんが、はい、ありがとうございましたと、はい、上の3パーティーもろ出てましたよ、はい、隠さねえの、これはうちは共有しねえよっていうチームは見ねえのかなと、まあ、あ、ダメダメ、これダメダメ相手に悪いからって見れないよっつって塞ぐのか、はいはいはい、はい、うん、でもそこが例のそのね、系列のギルドですよややこしいのよ、うん、俺たちは絶対に共有はしねえぜって言ってるけど、晒しはするぜってことですか
ねえ、だからまあそういう晒してる気はないんですよ。まあもちろんね、ないけども。だけど、はい、その人はいいですよ。晒してる気ないし、はいはいはい、何の悪意もないんです。うん、本当にありがとう。当たりましたダンマンだと。はいはいはい、で僕ね、ユンさんにやられましたみたいなのも書いてあるんです。おうおう、でシャープユンっつの笑っちゃいました。タグがユン。タグユンなんだ。はいはい、これが笑いました。おお、面白いな。でも、はい、やられたと。で、うん、10ポイントに、うん、あの160取られてるところを出してる。だから自分とこも探してる。ああ、なるほど、ね。この人は何の悪気もない。そっか。だけど系列でそこを見た人は、お、3つ儲けって感じになりますよね。まあそれはね。これ見ちゃダメ、見ちゃダメってやります。あれでででででもならないと。ならないよね。まるでワールドカップまだ見てないだから結果言わないでねって言ってるネタバレあかんって、耳塞いで帰ってくるやつみたいな。あーっつって、そうそうそう、このぐらいになる、ま、ちょっとだいぶ違うと思うけどな。かつて僕はさらされた時はね、あ、そうですね、わざわざ一番下までスクロールして上げ、はい、そうですね、あれは悪意があったと思う。あれは悪意、はい、絶対に、ね、あれは悪意、はい、ね、ピチクチチャプチャブランランランですよ。あれはもう、はいはいはい、あれは悪意しない。まああれはそうですね、うん、ちょっと布石もあったからね、しょうがないです。まあまあね、うん、まああれは、うん、そういうものだから、ああいうのを見ちゃうと、はい、なんかそういうの全てがね、はい、でもやっぱりリプランを見ると、うん、リプランがない。あ、リプランがない。ここほら、例えば隠した方がいいですよとか、たまに言ってくれる人っているじゃないですか、はいはいはい、これ良くないよみたいなね。そうそう、 ありますね、はい、それがなかったんで、ほう、まあ不人気の人ですよ。大した、ね、それはちげんじゃねえの、うん、みんな触れたくない、触れたくないのは不人気なのか、ちょっと分からんけど、うん、まあまあまあね、まあ問題だこれと思えば、うん、バーッと結構なるけどね、けど、はい、まあ見られてないんじゃないじゃん、うん、まあだからよく言うじゃないですか、朝一の対戦報告も相手がもう動いてる状態であればそっちは隠してあげた方がいいですよとかね、はいはいはい、ポイントとかね、うん、いろんなのありますけど、はい、まあこういう人っているじゃん、うん、モラハラみたいなそのモラハラかどうか知らんけどな、うん、まあ、モラルを大事にするやつらが、まあね、それはいると思いますよ、うん、はい、まあだからそういうのは湧いてなかったんで、うん、まあ不人気な人なのかな。いやだからそれイコール不人気はまだ違うじゃん、うん、だからピュアだったのかな。ああ、そうですよ、本当に悪気がなかったってことだよ、うん、だからね、悪意ないよ、うん、まあ何にしても、はい、こんだけギルドがあるんだから、はい、ギルドの方針なんてのは、うん、いろいろ違うわけですよ。それはそうですね、はい、ね、うん、だからうちはこうだから相手もこうだろうと、うん、でうちはこれをしないんだから相手もしちゃいけないとか、うん、それは押し付けです。これダメなんです。ダメです。それよくないですね。ね、はい、別に談合しようが、うん、何しようがいいんですよ。簡単に言えば。まあ、あの PVP の談合はダメだけど、うん、ああ、そのゲートの側ってね。チーム戦はさ、はい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 、談合するためのチームじゃないのっていう。まあ確かにチーム戦ですから ね。情報戦もそれはちょっと自信ない人は相談してくださいね。はいはいはい、これ当たり前のことです。全然ありだと思います。はい。どっか行けよ早くよとか言わないでしょ。言わない言わない。当たって砕けろよとか言わないでしょ。言わない。どうしようねってなる。うん。誰々さんどこ行きますとか気遣う、うん。ある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 、うん。こういうのも全部一緒なんですけど、うんうん。ある意味談合になるし、うん、って情報にもなるからね。まあだからディスコード、うん、どういう風に捉えてるかは知らないけど、うん、まあ結局じゃあこういう相手です。僕今このパーティーです。じゃあどう動かしたらいいですかって全部を聞かれるというね。まあ、こういうこと、うんうん、が多分嫌だなと思ってるんだろうけど、うん、まあ、もう何にしても目に見えない中でやってるわけだから、はいはいはい、これはもうね言ったところでの問題ですよね。まあね、ぶっちゃけどうしようもないし、うん、だから正解もないんです、はい、別にね、うんうんうん、なお互い気持ちよくね、うんうん、試合が終わればいいんじゃないかなとは、まあね、ノーサイドにすればいいんですけどね、うん、はい、思うんだけどね、はいはいはい、だからまあもうむやみやたらにね結果とかつぶやかなきゃいいだけなんですよ本当は。まあさらにたどればたどればね、そう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 、たどればたどればだけど終わった後に言えばいいだけ、うん、あ、もう全部ね、うん、あ、そりゃそうだけどね、うん、あ、まあだからやっぱこんだけ長くやってね、もう10回以上やってるわけでしょ、うん、10回ぐらいやってるよね、まあもうじゃないですか、うん、月1って換算しても、はい、約月1って言ったらもう10回から11回、11回ぐらいですよ、はい、まあ、まあいろんなことが起こるしね、そうだ、はい、今日もね、うん、エルドラドと、ああそうですよ、明日のファーストが、ファーストがね当たってますよ、これもう朝5時まででしょ、まあじゃないんですか、これはディスコですよ、あ、それはそれはそうですよね、だから競技度はこういうもんだよっていうのもちょっと知ってもらいたい、確かにもう当然のようにやってますからね、そう、はいはいはい、もう5点失ったら負ける、負けです、確かに10点失ったら負けると戦いをしてる人たちっていうのはもうそれが当たり前なんだよっていうのもちょっとね、はいはい、こういうまあ競技度じゃない、うん、一段下がるギルドの人たちにもまあ知ってもらえたらなというね、うんうんうん、まあそうですね、うん、はい、それは実際ありますよということは、そうそう、だからまあまあそんなにね、はい、あのでまたここのねイルマスさんが、うん、あの、ね、謝罪を出して、あ、まあそれが評価されてまして、うん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 、うん、ギルマスとして素晴らしい対応だったと思います、はい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 、ほどね言われてましたちょっと声大丈夫ですか、なんか声がどんどん出なくなってきた、面白くなっちゃった、どうしようか、何があったか本当に分かんないけど、僕なんだろう、夜中中寝ぼけて歌ったのかもしんない、寝言言ってますよそれ、本当に大声でなんか叫んでたのかな、紅白大事だけど、そのぐらい完全に声を潰した潰した声が潰した感じになって全然そんなこと言われなかった、うん、急にどうした、急にね、だからなんだろう、標準の
トーンで喋ってるとギリ大丈夫だったので、はい、気づかなかった。そう今声を張ったらっ、ねはい、急にここら辺がねカランコロンカランコロンってなんだなんかここら辺がねカランコロンしてるまあまあちょっとまだあといっぱい動画あるからね、うん、頑張ってください。ちょっとこれは問題ですよ、はい、本当だよ。もしかしたら僕はこの後無言になるかもしれない。そうなるとこれ翼ちゃんがやばい。5本ぐらい翼くんが回すことになる。逆にどうなんだね。うそれ困るから、まあちょっととりあえず、まあ、今回いろいろあったけど、まああったけど、うんうんうん、まあギルマスも最後は謝ってたし、はい、うんうんうん、いいんじゃないのとだからそういう感じで変にね、はい、広がりもなかった。あ、そうですね、結構パッと収まった感じしますね、うん、まあだからそれぞれいろいろありますよっていうことは言いたいだけで、ギルのことにね、僕は別にそんなの何でもありだと思ってるんで、はいはいはい、うん、どっちが悪いとかじゃなくて、ね、そう、ギルド大会中の協力はもう何でもあり、はいはいはい、もうこれもね、そう思いますよ、前が言ってますんで、うん、はい、まあそういうことですね、はい、ということで、まあとりあえず今日もエルドラドと明日のなんちゃらの対戦って興味ないから、うん、それの結果を待とうかなと、はい、おにぃがなんか実況してくれるみたいな。そうでもおにぃさんあれファーストとサード間違えちゃってましたね。ああもうそこダメそういうのダメだ僕はちょっと親近感湧くけど、うん、まあまあでもまあそういうことです。そのありはね、はいはいはい、はい、どうもありがとうございました。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。